はようございます、みさべこです。オールドラゴンブラッド続きをやっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ではあらかたデイリー終わったんで、鍛えるやっていこうと思います。鍛えるぜ鍛えるぜ、力こそパワー、力こそパワー。ノフ、あ、嘘つき。電話詐欺には気をつけます。なんか新しいビジョンに来た。なんか新しいエリアで、近くに混血した足の痕跡はありませんが、ごめん読めなかった。え、なんか変なエフェクトついちゃったんだけど、やめてくんない？急に変なことすんの。頑張ります。なんかタンタのところに行くように言われたんで、タンタのところ行きます。タンタンが反抗期。タンタン反抗期じゃない、どっちだの。ちょっとメインクエスト以外のところを集中的に終わらせちゃいますね。なんかオロチハのところに行くようです。おー、グラフィック綺麗。めっちゃ遠。めっちゃ靴かわいい。いいなぁ。上杉家当主。かわいい。あ、お風呂入ってた子だ。この間。めっちゃ PSP すんじゃん。めっちゃ PSP すんじゃん。
話そう話そう、おしゃべりしよう。初めて久しぶりに比べてここも静かになっただろう。あの時の俺にはまだ屋敷で学園からの使者を迎え入れる資格もなかった。ゲン君は素晴らしい友人だよ。素晴らしいリーダーでもあった。若君についていき、その言葉を聞いていれば迷うことはなかったからな。君は大族長の友人だ。もちろん俺の友でもある。そっか、あ、ここ上がっていいの？これ刀を見に来たのね。お話ししに行きましょう。大族長の意思に従い、この2本の刀が無事の今、もう一度手入れをして祖さんに送りたい。宝刀は英雄ってことだね。祖先輩なら絶対にゾウガメの刃、牙、刀を大切にしてくれるよ。日本支部が落ち着いたら祖さんに送ろう。今はまだ大族長の異名を継ぐこの刀にこの局面を加え、押さえていてもらわなければならないんだ。祖さん、次の場所に向かおう。次どこ行くの？高天元に行く。どこやねん。なんか急になんかエッチい空間に放り込まれたんやけど大丈夫そう？ロさんはここの有名人さ、確かにもう店にはいないが、いろんな伝説が残されているからな。今でも高天元と桜伝説とあの特別な夜のことが語り継がれているんだ。昔の馴染みと話をしなくていいのか。こんなチャンス二度とないかもしれないぞ。過去は所詮過去で伝説として語り継がれればいいさ。ザトウクジラがなんか喋ってんの？クジラが喋んなよ。びっくりするんだろ。ザトウクジラってどこだよ。あ、いた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 。ザトウクジラいた。ザトウクジラいた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 。ちょザトウクジラさん、ザトウクジラさん、最近友人と話すようになったんだけど。そうなんだ。記憶の中の光電にはもうない。なかなか皮肉ではない。行こう、次が最後の場所だ。はーい。そう、明太子の元凶に行く。あ、カメラになっちゃった。この佐伯隆二って何者な？本来であれば彼女を神社に安置するのがいいのだろうが、まあ正体があれだからな。万が一に復活したら大変だから、この錬金術の扉の中に安置したんだ。だが全く語る、蘇るすばりがない。どうしてそのことに失望してるんだろうな。もう一度彼女を腕に抱くのは不可能だ。でも荒木、声を荒木で泣くことはできる。ここには君、僕と俺と君以外誰もいないからな。そうなんですね。ということで、このイベが終わって、まだ喋んの？お前まだ喋んのじゃん。終わったと思った。本当に悲しそうだな。一つ本音を言ってやろう。友達が本音を言ってくれるの嬉しいよ。僕たち友達でいいんだよね。君でお嬢様には釣り合わない。僕たちにとってはあの方はお姫様なんだ。どうもどうしてかカエルの王子様に思いを寄せるとはな。君のすべての信頼、何接続中って。なんか接続されてんだけど今。電波が静寂なんですよね。もうクエストも出ないじゃん。クエストもうないの？ないって信じていいの？信じていいの？お、現段階の桜イベントを
解放しました。じゃあメインの方に戻りましょう。メインのストーリーモードちょちょちょってやって、今日はそこまでにしようかな。個別に話すべき重要なこと。君の血統はとても不安定だ。たやすく制御できなくなるだろう。万が一ダム社になってしまえば、学院は君を排除するほか選択肢はない。しかし血脈を一時的だが安定させるワクチンがあるのだ。すでに阻止班に渡してある。おお。いざという時は阻止班が対処してくれる。だが一時的なものでしかない。はい。日本の混血種は数千年もの間鎖国をしてきたため、我々が知り得ないような秘密も多い。はい。彼らなら君の血統の問題を解決できる方法も持ち合わせているかもしれん。そのことも心に留めておくといい。はい。シーザーと阻止班はどちらも信頼に値する人物だ。ロメイヒも臆病なところがあるが、いざという時は頼りになる人物だ。うん。さあ、彼らが君を待っていることだろう。行ってあげなさい。はい、行ってきます。仲間と合流します。チームと合流する。バイクかっこいいな、相変わらず。もうちょっと。慌ててる男子学生がぶつかってきた。どうしたの。シーザーと総司班に同時に勧誘された。新入生としては悪くない働きだ。現学生自治会会長として君を学生自治会の一員にしてやろうと思う。えらい上から目線だな。獅子神会に入ってくれないか。正式に勧誘して。忘れているようだが、総司班、自由の日において獅子神会は学生自治会に負け続けていると思うのだ。獅子神会は学院で歴史の一番長いクラブだ。学生自治会を選ぶならそれでもいい。こっちの方が好みだな。君みたいな人は友人であってもライバルであっても俺は嬉しい。おい、阻止班、この俺を無視するのか。こっちにいいだろう。新入生よ、君の実力に免じ選択の余地を与えよう。選ぶまで待っていてやるが、あまり時間をかけるなよ。ではロメイヒに学院内を案内してもらうといい。はい、ということでこの後ロメイヒに、ロメイヒを探さなきゃいけないみたいなんですけど、ちょっと今回ここまでにして次回からストーリー進めていきたいと思います。ちょっと違うイベントも進めながらだったからあれだね、なんか微妙な尺になっちゃったけど許してちょ。ということで本日の動画はここまで。何が増えた？あ、これね。ということで本日の動画はここまで。みさぺこでした。またねー。バイバーイ。